こんにちは。日本ミツバチを西洋ミツバチの巣箱で飼うというシリーズの3回目です。今日はもう飼育したかった場所に巣箱もセットしてありますし、西洋ミツバチの巣箱に日本ミツバチを入れて、うまくいってるようです。今日は内見をして、そして、巣の中に愛媛藍を希釈した水を噴霧して、箱の中の衛生環境を整えてあげると同時に巣虫対策のをしたいと思います。じゃあ巣箱を開けてみます。これは西洋ミツバチの6枚箱と同じ大きさで、この中で日本ミツバチを飼っています。だいぶいっぱいになってきたので、1枚裾を足して、先日足してあげましたが、まだ早いかもしれません。日本ミツバチですが、西洋ミツバチ式に飼えばこのように中を内見できるので非常に便利です。ちょっと見えますかね。ここに蜜を貯めていますので、この辺は胞子、こっちは蜜を貯めています。もうここを見るとすっかり西洋ミツバチの巣皮、巣枠を自分たちの体の大きさにきれいに小さくやり替えています。もうリフォームは終わったようです。ここも、かなり胞子圏と蜜を貯めていますね。この辺はもう、ここはこの古い傷んでいた西洋ミツバチの巣枠を食い破って、食いちぎり取って、新しく巣作りを、日本ミツバチの体に合わせた巣作りを始めています。これはこのように鎖のようになって、寸法を測って、ここに蜜蝋で巣盛りをしてくるという作業ですね。ちょっとどいてよ。よいしょ。ここもかなり蜜を貯めています。女王蜂がいるかなと思って見ていますが、まだ見つかりません。たくさん胞子がありますので、この調子でうまくいけば、冬は十分越せるようになると思います。この辺の大きさは、これはこの辺の巣房の大きさは、これは西洋ミツバチのオスバチの大きさですね。かなり大きいです。この辺になってくると小さい。この辺は日本ミツバチ自分の体に合わせて作り変えたと思われます。この辺は古い傷んでいる巣枠をかじって撤去しているところですね。ここの 1,2,3,4 枚はおそらくもうリフォーム済みで、一部さっきのように新しく自分たちのサイズに合わせて作り中。これはまだ古い大きさのままですね。ここが
先ほど新しく測量して自分たちの体に合わせた巣を作ろうとしていたところです。欠けていますが、勢いが、ミツバチの勢いがついてくれば、これも全部、新しく巣盛りをしてしまうと思います。この巣枠と巣枠の間隔は、日本ミツバチは体が小さいので西洋ミツバチよりも詰めてやっています。ここを何ミリにするか、6ミリ、確か6ミリだったと思います。僕指の感覚で覚えているので数字は忘れてしまいました。非常に順調に、行ってますので、肝心なことを忘れていました。ここにその愛媛愛を、愛媛愛の希釈液をかけてあげます。巣箱の中にもかけます。愛媛愛というのは愛媛県の なんとか試験場で開発されたもので、下水の生ゴミの匂いとか下水の匂いを一瞬にして消してしまうというもので、何からできているかというと、納豆とヨーグルトと砂糖をイーストを入れて発酵させて作ったものです。消臭効果とか環境浄化をする強力なものです。これをこうかけてやって、日本ミツバチ、これがスムシ対策、スムシの幼霊のスムシ幼虫に、幼虫を殺すバチルス菌、バチルス菌の、あの西洋ミツバチ用のスムシのもありますけれども、かなり高価なものですし、私も使ってみましたけれども、この愛媛愛がそれの代用になるということで、これを私は西洋ミツバチにも使っています。巣箱の中の衛生環境を整えるという意味で使っています。効果は非常にいいと思います。巣箱にもかけてます。まあ、あんまりもう夕方で温度を下げるといけないので、これぐらいにしておきます。よいしょ。どいてよ。閉めるよ。挟まれるよ。ほら。どいてどいて。ということで、今日は内見うまくいってるので安心しました。蜜もたまっているし、ホウジもたくさんあるし、ちょっと女王蜂見つかりませんでしたけれども、ホウジがあるということは女王蜂いるということですから、それで、巣箱の環境を整えるために愛媛愛というものを、希釈したものを噴霧してしておきました。今日はこの辺でありがとうございます。